レッツゴーキューピーをご覧の皆さん、こんにちは。あー、キューピーこと関正明でございます。今日はですね、シャフトの、しなるポイントでなぜ弾道が変わるのというね、お話をさせてもらいたいと思います。まあ、入り口的なお話で今日はね、させていただければと思うんですけども、まあ、大きく分けてシャフトっていうのは4パターンに分かれますよってことを私はよく言っております。先しなり、両しなり、中しなり、元しなりって、まあ、大きく分けて4つに大体分かれるんですが、今日はですね、その先しなりと元しなりで、球の出玉がなぜ変わるのかってお話をしたいと思います。よくまあ一般的に言われるのは、先しなりっていうのはボールが上がって球がつかまりやすくなる傾向、元しなりというのは手元側がしなるので球が割と強くて左に引っかからないっていうふうによく言います。で、実際にじゃ そのメカニズムがなぜそうやって起きているのかっていうのはあまりかご存じない方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、ご説明の方をしていきたいんですけども、まあ、例えばですね、単純に、手元がしなるシャフト、まあ、この辺がしなるわけですね。で、ここがちょっとしなっただけでも、元しなりっていうのは先に行くとしなりが大きくなりますよね。まあ、距離がありますから。要するにしなり量が実は大きいのは元しなりの方なんです。逆だと思ったでしょ、ね、そうじゃないですね。逆に先しなりっていうのは先端しかしなりませんから、ここが動くと、この辺は中間から手元ぐらいあんまり動かない、先がすごく動くと。そうするとしなり量は先しなりのが少ないですね。まあ、仮に本当同じ合成としたらですよ、少ないと思います。で、先しなりっていうのはしなり量が少ないですから、しなって戻る時間が早いんですね。逆に元しなりっていうのはしなってる量が大きいので、しなり戻りが遅いんです。そうすると先端だけがしなってるシャフトっていうのはしなったものがインパクトで戻りやすくなるので、ヘッドの動かされ方が上を向きやすくなるからボールが上がりやすくなる。逆に手元がしなるシャフトっていうのはしなりっぱなしになって、こう当たろうとしますから、ロフトが立って当たりやすくなる。だから球が低くなるんです。その時にしなり戻りっていうのはシャフトの軸線上に対してしなり戻りますから、単純にヘッドがこうまっすぐめくれるんじゃなくて、シャフトと一緒にめくれ上がりますんで、めくれ上がる方向でいうと左を向くことになる。そう、上を向くと左向く。逆に言うと元しなりのように手元からしなってくる、ぐーっとくる、こうやって右向く動きになるんですね。単純に言うと、シャフトの軸線上に対してしなり戻る動きがゆっくりな手元しなりのシャフトというのはしなり戻りが遅いから、ロフトが立って入って右側の方向きやすくなるんで、球が強くなって左に引っかからない。先しなりはしなり戻りが早いからベースが上向きやすくなるんで、ボールも上がりやすくなって球のつかまりも良くなるというのが、まあ、実際の、まあ、動きとしてのある動きになります。ちょっとしだしながら検証してみましょう。それでは早速しだの方に行きたいと思います。最初は、元しなりの代表ですね、天性ホワイト 1K からしだしてみたいと思います。強い球ですね。続きましては先しなりの代表です、私も使っております、レジオフォーミュラー M、 こちらを打ってみたいと思います。先しなりらしい、ボールも高く上がった、捕まった弾道が打てました。